七代目、嵐義三郎12月1日から1973年2月11日は昭和に活躍した情報系の歌舞伎役者。屋号は岡島屋。縄門は三つ、吉。河右門は三つ柏。本名は北上屋之助。三つ、吉三つ、柏東京の生まれ。聖火は電気章。1908年10月に初舞台。 1910年10月大阪の11代目、片岡二座右衛門に加わり片岡東行助を名乗る。1917年7代となり、囲碁東西の舞台で活躍。19282月大阪中座で7代目、嵐義三郎を襲名。囲碁関西歌舞伎で活躍。1958大阪府民劇場奨励賞。 1970年君後藤島局実賞を受賞。1973年1月大阪新歌舞伎座の吉常千本桜の川津ら方言が最後の舞台となる。脇役として活躍する。芸域は非常に広く、とりわけ、宇野忍の監修、二代目中村元次郎と三代目中村元次郎と共演した。曽根崎新中では油役兵継ぎを、 通算500回以上も務め、生涯の当たり役と言われた。晩年は関西歌舞伎の長楽で思うように活動できなかった。子は映画俳優、北上あ太郎としても活躍した八代目、嵐吉三郎。ありがとうございます。